はい、どうもこんにちは、ハッキーです。今回はね、サンアンドレアスやっていきたいと思います。で、今回はね、レーストーナメントのサンフィエロ編いきたいと思います。はい、サンフィエロのレースね、全部1位で取ったりたいと思いますよ。もうね、全くクリアしてない状態からなんで、バンディとカウンティ、こっからかな。よし、バンディとか、これね、いいね。なんかこういう独特なね、車を乗ってみんなでレースするっていうの結構ロマンあって好きですけどね、僕は。はい、いやー、ちょっともうあれですよ、皆さん、大晦日ですよ。そう、皆さんいかが過ごされてますかね。これ多分前回の動画でも言ったと思うんですけど、いかが過ごされてるかすごい気になるというね。そう、多分まあのんびりとしてる方も多いんじゃないでしょうか。まあ人によってはね、やっぱりまだ忙しいという人もいるかもしれないですけどね。いやー、お疲れ様です。でね、僕はやっぱ大晦日何をするかというとですね、まああのあれですね、格闘技がね、僕好きなんで、ライジンをね見るんですが、特に今ね流行りの朝倉兄弟がすごい好きなんでね、皆さんの中になんかいますかね、ライジン見るよっていう方いたらぜひ教えてほしいんですけど。え、これどうするの、これ。あ、いけるんか。あ、ギリギリいけるんか。オッケーオッケーオッケー、よし、どうですかね。ちょっとね、ライジン出ますけど、みんなね、みんなというか兄弟2人ね、どうですかね。ちょっとわからない方は申し訳ないんですけどね、この話題。ただ最近ね、なんかその朝倉未来さんがね、結構 YouTuber として活躍して、格闘技というのがね、結構広まってきたんじゃないかなと思います。僕もね、結構昔一瞬ですけど、こう格闘技をねやったことがありまして、やっぱ広まってくれるっていうのがすごい嬉しいですよね。そう、スポーツとしてね、なんか野蛮みたいなイメージがあったんですけど、なんかアイドルみたいなね、朝倉兄弟がアイドルみたいな感じでこう出てきてね、格闘技を広めてくれたということで、結構ね、なんか盛り上がってますよね、今最近。なんかちっちゃい子たちもこうね、格闘技でジム行って通い始めたりとかね、習い始めたりとかして、なんか、お、オッケーオッケーオッケー、1万ドルだよ。しよ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 し、オッケー。じゃあ次のレース行きましょう。次はこれですね、ゴーゴーカートなの。ゴーゴーカートって、よし、行ってみようか。お、これや、マリオカートのやつやん。これ欲しいな。え、あれ、ウージーのあれちゃうの、トライアドのメンバーちゃん、この服装、こいつこいつすごいな。なんか多種多様やな、登場人物というかね、敵キャラクターが。ほい、そう、だいぶね盛り上がってきてて、なんか親御さんがね、結構そういう朝倉兄弟のファンとかやったら、お子さんに習わせたりとかね、いうのもよくある話なんじゃないでしょうかね、と思いますけど。で、昔はね、結構そのガキ塚とかもね流行ってたんですけど、今年中止ですよね、確か。なんででしょうね。まあでもね、もうガキ塚のメンバーも5人ですよね、あれ。あれもなかなか、もうちょっと限界やと思うけどな、なんか体力的に。え、これどこ行くの、これ。え、これ、あ、こっちこっちか。オッケー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 、わかりにくい。散髪屋さんのマークと一緒になっとった。そう、もうだってみんな50過ぎてたんじゃないですかね。ココリコとかはまだか。でももうね、まっちゃんとかハマちゃんとかもうやばいでしょ、体力。絶対なんか、昔こう見てた時は普通に笑っとっただけだったんですけど、最近になって見てたら、なんかしんどそうやなとか、ちょっとなんていうんですか、なんかこうそういう裏事情みたいなのもね、考慮しちゃうようになってきましてね、視聴者として。そう、なんか正直しんどいんやろうなとか思いながら、まっちゃんとかハマちゃんとかね、もう疲れが顔に露呈してますからね、あの人。そうそうそう、なんか笑ってあげてるけど、もう全然ね、こう疲れがにじみ出てるというか。まあ仕方ないですよね、あれ
長時間ロケなんでね。オッケー、言うてる間に1位取りましたよ。よし次行こう。はい、これですね、サンフィエロフラットレイン、あ、ファストレインか、これ行きましょう次。これ、おこれ車や、いいね、ピーン、かっこいい。これ何の車やろ、これめっちゃかっこいいな。おい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 、なんか車に見とれとったら事故って思った。そう、昔はね笑ってただけなんですけど、結構いろいろ考えるようになりましてね。そのやっぱあれもロケもね大変でしょうね。で大晦日ね、大晦日というか正月か、正月がこう、まあいとこの子たちとね集まることとかあるんですけど、その子たちは結構毎年こうガキ使をね夢中になって見てるんですけども、やっぱなんていうんですかね、毎年毎年面白いですね。結構みんな笑ってるんでね、いとこの子らも。そうで、それにつられて親も笑うっていうね、うん、みんなが幸せになる番組やけど、今年は中止ということで、それぐらいの結構小さい子らはしんどい、こう辛いんじゃないかな。そんなこともない、なんか一部ではなんかマンネリ化してるみたいなね話も聞きますけど、どうなんですかね。でもやっぱりあれですね、世代はなんていうんですか、こうちっちゃい子たちはね、大人になるとまたその分ちっちゃい子たちも増えていくというかなんていうんですか、こうまあ今10歳の子が20歳になった時はね、0歳の子が10歳になってまたガキ使を楽しめる子がまたその分増えるというね構造なんで、まあそういうことはねないんじゃないかなと思うけど、まあでも最近インターネットがねもう流行りだして、テレビがね勝てなくなった感はありますよね。やっぱり YouTube なんてねもう最強でしょ、負けたし負けたし、ちょっとリベンジしようこれは、さすがに。そうか、人によったら歌謡祭みたいなもんね、え、何やったっけ、紅白歌合戦やったっけ、 FNS 歌謡祭は違うよな、紅白歌合戦が。 FNS ってあれかな、富士かな、富士テレビか、富士テレビはライジンかで、 NHK の紅白歌合戦か。そうそう、大晦日は結構ね豪華番組が揃ってますからね。 OK、 今回は楽勝やな。そう、その歌番組系見る人もいます？多分いると思うんですけど、歌番組系か、ガキ使か、それかライジンというか格闘技ね、かもう今はもうインターネットでネットフリックスみたいな選択肢もあるんでね、いろいろね、ゲームとかもね、僕みたいにね、そうゲームをやるっていう人もいますから、結構ね意見が分かれると思うんですけど、そう最近は本当にね選択肢増えてきましたよね。よし、サンフィエロヒルズ行くか。ほい、あと何個ぐらいやろうな。お、バンシーちゃん、これちゃうか、これバンシーちゃう、あ、これフェニックスか、これが。オッケーオッケー、フェニックス早いからな、はっはっはっは、邪魔してやるぜ。あんまり邪魔しようとね、その邪念が入りすぎると自分があれになっちゃうんでね、後方に追いやられるんでバチが当たっちゃう。しっかり適度にね、適度にこうレースを楽しんでいかないと。そう、結構最近選択肢広がりましたからね、ゲームやってもいいし、インターネットで 何見てもいいし、でテレビもね、もう僕家でテレビあれ契約っていうかな、テレビ映らないんですよね、地上波の番組ね。なんか面白い番組やったらね、 YouTube でいつでも見れる。あれは見たらあかんけどというか、アップしたらあかんというかね、違法性の高いけどやっぱ見ちゃいますよね、あれ。そうそう、やっぱし なんか面白そうなやつがあったらどうしても見ちゃいますよね。水曜日のダウンタウンとかね、あれ普通に面白いですけどね、ただその時間帯に見ることができないんでね。え、そうそう、今はそういうのもありますからね、だから YouTube って強いんよな。
そういえばね、車で思い出したんですけど、今ちょうど車に乗ってるからね、思い出したんですけど、昔その運転免許を取るのに、その教習所に、まあもちろん誰しもが行くと思うんですけど、その時にね、結構気になった話がありまして、このなんかちょっとみんなにも聞いてみたいなという話があって、なんかね、教習所で結構その何ですかね、こう癖の強い人がいましてね、なんかポルシェがね、教習所の前をね通ったんですけど、たまたま僕の担当してくれとった教官がね、隣に座ってたんですけど、僕が運転してる車にね、でそのポルシェを見て、うわ、いや右ハンドルかダッセーなーみたいな言うんですよね。どうなんですか、あれダサいんですかね、ポルシェ。やっぱそういう人たちからすると、わざわざ右ハンドルに変えるとダサいと。外車はもう左ハンドルのままでええやないかみたいなことやと思うんですよね。で、僕の多分ね、このこういうレースの動画見てくれてる方は車好きの方も多いと思うんですけど、どういう意見なんですかね。でもなんかわざわざ言う必要あるみたいなね、その教習生のど隣でそんなダッセーみたいな。まあ僕的にはね、何してんのこいつら、なんかめっちゃ先回りされてると思いきや、ベベやん。一周追い抜かしたんかな。左ハンドルの外車をわざわざ右に変えて出せみたいな感じなんですよね。で、なんかね、ある時どこで聞いたんやったかな、それも教習所の違う教官なんかな、ちょっと忘れましたけど、なんかまたポルシェが通ったんですよね。ポルシェやったかな、外車が通って、その時に左ハンドルやったんですね、次は。そしたらそのまた違う人が、うわ左ハンドルのままだっせーみたいな まずどうでもええみたいな感じなんですけど、結構だから人によってそういうところの意見って分かれますよね。なんか何がダサいとか何がかっこいいとかね。もうほんまに、そんなん別に気持ちよかったら、自分が気持ちよかったらええやないかっていう話やなんですけどね。しかも教官が言うっていう大問題ですよね。今確かその教習所ね、もうなくなってたと思います。 なんか理由がわかる気がするな。なんか結構ね、癖の強い教官ばっかりやったんですよね。じゃあ次行きましょうか。よし、次これ行きますか。行きましょう。今回ブレットか。オッケー。かっこいいですね、やっぱこの車。めちゃめちゃかっこいい。これバンシーか。結構ね、コメントで、このバンシーとかは、この実車のこれこれがモデルですよ、みたいな、教えてくれるコメントがあるんですけど、めっちゃありがたいですね。結構僕もバイスシティでね、車好きになりまして、いろいろね、覚えてみたいなということで、でもほんまに車ってほんまに種類多いですよね。僕本当に、なんか、高級会社、だからランボルギーニとか、ポルシェ、ベンツとかぐらいしか知らないんで、アウディかと。アウディと、BMW。レクサスはあれか、トヨタか、日本車か。でもやっぱ日本車もね、なんか結構欧米とかアメリカの方でもすごい人気みたいでね。僕も買うとしたら日本車ですね、やっぱり。もし高い車をね、買うってなってもね。やっぱレクサスとかそういうのがいいんかな。なんか持ってる方います？ベンツとかそういうポルシェとかね。持ってたら教えてほしいんですけど、どうなんですかね、その日本車と比べてどう違うのかっていう乗り心地とかが。なんかやっぱ人によったら、やっぱり日本車でしょみたいなね、言う人もいますからね。正直僕は何が違うのか全くわからないんですけど、まあでもね、なんかやっぱその
覚えたいなと思いますけどね、そういう車とかもね、結構家族で好きな人が多いんでね、僕はいろいろ車とかバイクとかね、こっちか、危ない危ない。そうで、その教習所もね、結構癖の強い教官がめちゃくちゃ多くて、おおすごい今の間すり抜けた、あっぶね、めっちゃギリギリやったな今。でもめっちゃ面白かったのが、まあ、僕がその教習の時運転するじゃないですか、右で、で右の運転席に座って、で教官がその助手席に座って、まあ、なんかはい次こっち曲がってくださいねみたいな感じの、まあ、段取りというか、毎回そんな感じなんですけど、それね、まあ、仮に A さんね、教官の A さんなんですけど、その人の癖がめちゃくちゃ強くて、というのも、もう絶対こっち見ないんですよ。この僕が運転してる時もこうずっと助手席の窓の方をずっと見てるんですよ。そう、外をずっと見てる感じで、ほんまに見てくれてるんかなっていう感じなんですけど、一番厳しいっていうね。そう、はい今右見てなかったよねとか、あ今ルームミラー見てなかったよねみたいなことを、いやマジどうやって見えてるんっていうね。いやめっちゃすごいなと思うんですけど、毎回ねなんか頬杖つきながら、窓の外を眺めてるんですよね、左を。で正面なんか全く見てないですよ、あの人の眼球を見る限りね、全く見えてないはずやのに、顔も体もそっちを向いてるはずやのに、僕がちょっとね、ハンドルで何かあったかな、まあ主にあれか、ルームミラーを見なさいみたいなね、そう注意が激しかったですね。普通の人やったら、普通の教官やったらね、そこまで言わんやろみたいなことも、はい今ルームミラー見てなかったねみたいなね、その一瞬で分かるっていう、どこに目ついてるんっていう感じやけど、すごいよな。でそのある日ね、その教官ほんまにどこに目ついてんやろうと思って、そうあまりに気になったから、バックミラーでちょっとその教官の顔が見えるんですよね、左の方に。ちょっと運転中やけど見てやろうと思って、まあいつも通りその教官はこう左の窓の外を眺めてるんですけど、どうやって見てんのやろこっちのことをと思って、バックミラー見たら眼球だけこっち向けてるんですよね。めちゃめちゃ怖かったな、バッチンバチンに目合って、そっからもう運転ガッチガチでしたけどね、マジでめちゃめちゃ怖かった。でね、その人もまあ癖がめちゃめちゃ強かったんですけど、もう一人おったかな、なんかすごい人が、結構なんか煽り運転を俺は昔すごいしてたぜみたいな教官がおったような気がする。よしよし、クリアしましたね。じゃあ次行きましょうか。よし次これですね、ダートバイクデンジャー、バイクか、いよいよ、よし行くぜ。このバイク結構好きなんでね、これサンティスやったっけ、なんか筋力ずっとなくなってるけど、ずっと減り続けてるけど大丈夫、あれか腹減ったんか、うおーい激しい激しい、うおー激しい激しい、あかんあかんあかん。そうでさっきの続きなんですけど、なんかもう一人ね、なんか癖の強い人いまして、その俺はなんか煽り運転してたぜみたいな、でなんか俺煽り運転されてなんかかっ飛ばして捕まったことあるぜみたいなことを、こう教習所のに入ってきた、なんていうんですか、入学生っていうんですかね、に初っ端からその話するっていうね。そうそう、その話する必要性が感じられへんのやけど、個人的にっていうね、そういう人もいましたけど、そのさっきのなんかずっと左の方を見てる人、その教官ねはもう
多分ね教習所の中でもすごい話題で、あが危ない危ない、なんでねたまたまその幼なじみがねその教習所同じだったんですよね。同じ教習所に通ってて、まあでもねお互い忙しいんでたまにしか会えなかったんですけど、もう会った時は必ずその A さんのね話してましたよね。2人でその A をいじりまくっとったな。うん、いやほんまにねすごいプレッシャーなんですよね。なんか他の教官と比べてね、結構なんか怖い教官みたいなのもおったんですけど、オッケーもうその A に比べたら全く怖くないというね。はい、じゃあ次のレース行きましょうか。うん、あ終わったわ、あ終わった終わった、ダートバイクデンジャーで終わりや。よし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 、終わったな。じゃあなんか変な話してる間にもうサンフィーロ編終わりましたね。レーストーナメントが終わったんで、最後ねラスベンチュラスを残すところとなりましたね。はい、ではね、もうこの次の日はもう正月ということで、まあ大晦日ね皆さん無事に過ごしてください。なんか楽しく安らかなんていうの、その心地の良いね大晦日を過ごしてください。はい、それでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Come to you.